はい、皆様お元気でいらっしゃいますか？毎日ダンステレビのダンサー内藤です。本日はあまり聞き慣れないかもしれませんが、インクリネーションというサンバなどで出てくる、技術用語ですね。ダンス用語について解説申し上げます。はい、皆様こんにちは。ダンサー内藤でございます。今日はですね、サンバなどに用いられますインクリネーションという、技術用語というと大げさですけども、皆様聞いたことありますか？聞いたことありますか？インクリネーション、スウェイ、スタンダードでね、この例えばワルツ、ナチュラルターン、ワン、ツー、ミースウェイ、ね、そしてスピンターンなどをして、リバースターンすると左スウェイ、というような、こういうスウェイに関係が、あると思ってもいいんですけれども、今日、日本小国ダンス協会、ジャパンアクションクラブならぬ、ジャパン小国ダンスアソシエーションということで、ジャパン小国、JCDA ということでね、認知症予防の、認知症、広い意味での認知症予防の、私たちダンスの先生とですね、私もメンバーでありますけれども、国立長寿医療研究センターの島田博之先生という、方とね、一緒に共同開発して、一応国のお墨付きがあって、認知機能の維持向上に役に立つというお墨付きをね、研究、臨床的な研究で、30人ぐらいのですね、頭を20万円ぐらいずつかけて、1人ですよ、1人、脳波の検査とか、ベータアミロイドの、蓄積具合とかを調べて、認知機能の維持向上に効果があると、一応認定された、国でただ一つのお墨付き、認知症予防のダンスでございますので、そちらもね、私、総合しておりますので、よろしくお願い申し上げます。PR でございますね。ですから、これを見ていらっしゃる、ダンスの先生とか、役所関係とかですね、私、福祉会館とか役所に売り込みにね、このダンスをやってくださいって言って、売り込みに、講座の売り込みに行ってるんですけどね、今まで7つか8つぐらい、おかげさまでさせていただいてありがとうございます。でも、もっと広くですね、一宮市とかね、そういう名古屋だけではなく、広めたいと思ってるので、よろしくお願いします。いつも喋りが長いと言われています。早く引っ込めじゃなくて、本論を言えと言われてますから。さて、インクリネーションというのは、簡単に言えばですね、スタンダードを今説明しましたように、こういう、左右の傾きですね。スタンダードはあまりこう、よくこんな風に組んで、ナチュラルダンスの時にこうやってやる人がいますけども、前後のね、この前とか後ろの傾斜はあまりありません。とはいうものの、最近の世界のトップのスタンダードね、やはり少しあるというのもありますし、例えば3ステップなんかね、このスローフォックスロットのスロー、フーウィーククイックなんていうのは、どういうイメージかというと、どちらかというと男性がこの、低いところから高いところにこういうふうにいくイメージなので、少しですね、やはり前後の、後ろに少しだけ反った方がね、当然左と右の傾きがあるということは、例えばこうロールアクションね、ナチュラルロールなんかそうです。そういうのをやっぱり使おうとするときに、ナチュラルターンもそうです。気持ちこう後ろのね、方に傾斜することはありますので、精密な意味ではインクリネーション、スタンダードにも存在すると思われるわけですけれども、本日の主題はこのラテンのね、特にこの赤い辺ですね、これですね、私もそうですが、JBDF、公益財団法人日本ボールルームダンス連盟、これが JBDF ですね、ジャパンボールルームダンス、F、フェデレーションですね、アソシエーションは協会ですけれども、フェデレーションは連盟ですね。で、そこのね、私たちの親団体が採択しているのはこの本でございますが、ここにインクリネーションが書かれておりますね。他の種類の教本にも書かれておりますけどもね。で、ナチュラルロールなんかで、結局、
日の主題は何かというと、まずインクリネーションというのはどういうものかということでございますね。ですね、それは、まあ、主に前後の傾斜だと思えばいいんですが、ただリバースロールなんかですと左右の傾斜も含めてますので、とりあえずスウェイを含めて、ラテンの教本教科書ではあまりスウェイという言葉は使わないんですね。ですからナチュラルロールなんかこういうふうにね、そしてこういうふうになるので、こういう傾きがあるじゃありませんか。ちょっとナチュラルロールをこう見てみましょうかね。ナチュラルロールは、インクリネーション、インクリネーション、あまり書いてないんですね、でもね、ナチュラルロールはね。まあ、体を少し後ろへ傾けながら右足前進。インクリネーションという言葉は書いてないんですけども、ナチュラルロールは名前の通りロールアクションがありますからね。だから、まだ、不勉強といいますか、あまり経験のない人に言っておきますと、サンバのナチュラルロールというのは、サンバのリズムでワルツのナチュラルターンのような感じすれば、ワン、ちょうどリバーサルというのはありますからね。しかし、サンバはナチュラルターンというのはないので、もちろん練習用にこういうのをするとか、ね、教育外だったら別にベーシックでない限りはこういうのを採用すればおしゃれでいいんですが、ただ教科書的にはこうそういうナチュラルターンはないんですね。リバースターンもありますけどね。で、その代わりにナチュラルロールといってこういうふうにね、スロー、クイック、スロー、クイック、スロー、こういうふうにワルツのナチュラルターンと同じ足型で体をこうくねってね、踊るステップがあるわけですよ。で、そこでインクリネーションという言葉が出てくるわけなんですが、主にインクリネーションという言葉はどこに出てくるかというと、リバースロールなんですね。リバースロール、これはナチュラルロールと同じようなこういうのをですね、今度はこういうふうに踊るんですね、スロー、クイック、スロー、クイック、スロー、クイック、これ今陽子先生おりませんから一人にしてますけども、一緒にこう向かい合ってね、普通にコンタクトホールドでちょっとピチャッとくっついてね、そして LOD に対してもいいし別に逆行してもいいんだけど、この時に例えばね、ちょっと教科書をお見せしますが、例えば男性であればインクリネーションっていうのはこう書いてあるんですね。明らかにインクリネーションという言葉、かっこ傾斜、日本語で傾く斜め、傾く斜めね、書いてありますが、男性でしたら先行歩、つまりその前の足型ですね、先行歩の最後の4分の1ビートで、もうちょっと頭痛くなってきました。4分の1ビートということはワンアツーのアですね。ワンアツー、いや違うな、先行歩だからワンアツーとすれば、ワンアツーのツーの最後の4分の1ビートということですね。ですからボディを右へ傾けると、例えばホイスクをしたらワン、アツーということかな。そしてインクリネーションは、だからやる直前に、踊る直前に右へ傾けるわけですね。そして一歩目、これだからパターンはリバースターンと同じパターンなので、足型をね、なので前へ行きます。そうすると前へスロー、最初のスローはちょっと回転を始めて前へ傾けというんですね。インクリネーションは前。そして2歩目、クイックをするときは前から左、前から左に変わりつつ、3歩目左ですから、こうですね。で、今度は裏返しになるだけなので、4歩目は当然左から後ろ、こういうふうによろめきます。左から後ろ。そして、後ろの本が読みにくい。5歩目後ろ、クイック、ね、カメラ外れてくる、クイック、5歩目後ろ、そして6歩目は何だ、
6歩目は後ろから右右とこうなるんですね。ですから、まあ、要するに、ね、あのラジオ体操、ね、これをすればいいわけですよね。リバースロードっていうのは大体そういう感じですもんね、なのでこうこうこう、そして後ろから右、ね、反対ここからすると前から左、後ろから右、まあ、これを繰り返せばいいんだよね。これがリバースロールのインクリネーションになるわけです。今日はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。なるべく最後まで見てくださいませね。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願い申し上げます。このテレビはですね、まあメダルテストなどきちんとダンスを習得したいための人のための中上級向けですね。競技選手の、言葉の復習などにも役立ちます。